星さんがすぐにブログを上げたのでちょっと見てみます。今回はブラックフライデーで、ユニクロとかも創業祭とか言ってるし、その今の時期毎年こうセールというか、お祭りみたいにするんですよ。で、すごいバチバチになってジルが出たとかなんですけど、ジル結構オンラインも残ってるんで、継続して、ユニクロの強みであるヒートテックとか、そういうの。で、昔、私、島村から、フリースとか買ったんですよ。で、ユニクロのフリースとかも今と全然形違ったり、ここ、表側がね、毛じゃなくて、裏側だけボワッとなってるやつとか、そういうの島村ももうちょっと安いのとか出して、で、島村の方が色、大きめにできてて、おばさんも着れるとか、あと色味とかが、なんていうの？ユニクロとちょっと違って、すごい、なんで、すごい、ま、ドピンクとか、昔、ディオールの、すごい、わかんないと思うんですけど、若い人たちは。ディオールのピンクって言うと、もう、ね、わかると思うんですけど、青みピンクみたいな、ああいうのとか出して、500円とかで買った記憶があるんですよ。そういう、ね、パチンコをしても、島村の方が後追いのものが結構負けてる。で、島村さん的には、今回星さんのやつみんな値段がとってもリーズナブルにしてるんですよ。1000円と1500円みたいな感じにしてるんですね。カバンも1500円かな ?1500 円って1419円にしてるんですよ。これって、なんかそっちのジルとかが高い路線とか出してきて、その、結局やってますよね。そのコラボする相手が、島村だったら越野さん。まあ、越野さん本気出したら、多分島村の値段にしないでくださいって言うと、布を上げて、デザインもっと凝ってとか、例えばね、ジルサンダーさんとか、セオリーのものを見てると、やっぱり本ちゃんのものより、いろんなところカットしてるわけですよね。なんていうの？省略してる部分とか、デザインをやっても、なんていうの？省略してる部分がすごくあるんですよ。すごい比べればわかります。そういうところ。あと、製法とかのところとかも、マッチの作り方とか、そういうのは確かにね、省略しないと値段カットできないですよね。その他にデザイン的にもやっぱカットしてるんですよ。だってその分、そういうものしか作らないって、その値段でって言われれば、そういうことにするとかあるじゃないですか。あと、こういう細かくいっぱい布使うとか、そういうのできないとか、そういうことありますよね。その値段で、この値段で折り合いをつけて作るとすれば、こういうデザインになりますって。私とかも、例えば、巻き絵をお願いしますって言った時に、何円ぐらいまでかけていいですよっていうのを言うんですよ。で、お弁当に柄がないやつも好きな人はいるんだけど、柄があると圧倒的に、でも、左右はされるんですけどね。その、柄、好きな人と嫌いな人がいてって。ただ、なんかこう、一点物ばっかり使ってるんで、別に、その日、買う人だけが気に入ってくれれば、まあ、いいっちゃいい、いいわけですよ。みんなが気に入らないからでも。なんだけども、そういうのと同じで、柄をつけるときに値段があるんですよ。で、すごい凝った柄とか、すごい技法が難しいやつとか、範囲が広いとかなると、すごいかかるわけ。それと一緒で、こういうの作るときに、こう、島村さん特に値段が固定しすぎじゃないですか。うん。なんか無理やり、そのね、やつに合わせて作ってくるとか、あと利益率も若干ずれてると思っても、そういう風にすると、例えばそのものに対してすごく安すぎれば、やっぱ雑ってわけじゃないですけど、そういうカットしなきゃいけないとこ多いですよね。だからコートとか、いうのはすごく抑えて、2万円ぐらいするものを2000、3000円にするわけだから、まあ、そういうカットするとことかあるとか、そういうのっていうことですよ、いわゆる。で、今回、星さんも、なんか、その向こうが高い路線で来たりそういう風にするんであればこっちは下げるしかないっていうことだと思います。だから若干質とかそのデザインもそうなんですけど質ですよね、いわゆる
がその値段に対してできることをやってる可能性があるので、ものによってはちょっとっていう風な質のものも多分あると思います。それは今回どうか分かりませんけど、見てないんで、触って見てないんで分かんないけど、そういうのあるかもしれないけれども、その値段でもできることをすれば逆にお値打ちなものが出るということなんですよ。だから作りやすいもの、作りにくいものってあると思ってます。でだからプルオーバーとかそういうのとかは作りやすいけど、なんかニットとかのすごいいいやつは作れないよとか、例えばねズボンとかの、そうなの、これとかまあ結構値段、パープルオーバー、これはでも可愛いで薄くしたから、今回このぐらい軽い方がいいんだけども短いんですよね今回はね。だからね、短いとお腹出てるお母さんたちは絶対嫌がるみたいで、私あんまり自分の年代に対してお腹出てることが、太っててもあんまり気になることがないっていうか、内臓脂肪がないので、本当にないので出てないんですよね。だからここ余るんですよね。だからこういうの短いの全然気にしないんだけど、で可愛いで星さんカラーですよね、この紫とか白とかこういうの入ってます。前の時のは、ここ手だけバーってなったやつとかだったんだけど、今回は全部、これって結構、他のメーカーさんも結構いろんなところでこういう感じの出してて、これはすごいノーマルだから、なんか他のメーカーとか、他のブランドで買ってる人も、普通にすんなり、いや、これいいねって言ったら買うかなっていう感じもしますね。あと、布ベロアとかにしてるんで、なんかこう、リーズナブルにできたのかな。これスウェードっぽいやつのちょっと違うやつなのかな。であとはなんかこういうね、このなんて言うんだろう、袖のところがひらひらひらとか、首がひらひらひらとか、こういうのってすごいいっぱい出てて、他のメーカーも出てて、他のメーカーは縁取りとかやってるとか結構あるんですよ。ただあんまりいっぱい出てるんで、さすがにお腹いっぱいなんですよね。だからどっかのやつを買ったら全部は買わないよっていう感じとかあると思います。あとはなんかやっぱり使いやすいんだけども、全部は全部使わないんで、何着かをやっぱ回す感じにしないと、どんどんこういう服ってなんか散らかっていくじゃないですか、着るときに。だから着回しじゃないけど、私とかはもう考えたくないので、いっぱいあっても何個かしか下ろさないで順番に来たりするんですね。本当は買わなくていいんだけどなんだけど、そういう感じの着方とかをしないと、なんか例えばそのコーディネートを考えてて頭が混乱してくるぐらい多くなっちゃったりとかするっていうかな。忙しい人とかだと、もう決まったやつをパッて着てったりとかするっていう人は結構いると思ってて、おしゃれな人でも、お仕事するときにあれこれあれこれってやってる間で時間過ぎるじゃないですか。でなんかその置いてる場所もかけといたり畳んだりしてもっていう感じですよね。あとは結構働いてる人はクリーニングのものしか着ないとかもいるんで、ちょっとねそういう人と洗うものしか着ないよっていう人のなんかこう行動パターンは違うかもしれないですね。洗ったものとか冬なんか乾きにくかったりとかすると、間に合わないとそこから取らなきゃいけないっていうぐらい、なんかね天気が悪い雪が降るとことかだと乾かないのでっていう、ほらあるでしょ。だから働いてる時は私は結構クリーニング派だったんですよ、結構ね。なのでなんかこういうのとかもあんまり数が多くないんですよ。クリーニングに出すってことはお金がかかるので、全部に手をつけちゃうと大変なことになっちゃうから、本当にやっぱり着回す働く人とか特にそうだと思います。ただ今はお金かかるからとか、やっぱりそういういろんな働き方があるんで、あんまりお金を多くは取らないけど時間を短くしてるとか、そういう働き方の人はそれにかけられない人もいると思うんで、そのね労働の対価に見合うお金しかもらわなければ、やっぱりそんなにそこにお金をかけないよっていう人もいると思うんで、こういう洗うものとかなんですけど、働いてる人とかだと多分着回しが基本だと思ってます。散らかる忙しいじゃない、お母さんとかでもそういう人もいるかもしれない。ただ凝ってる人はそこに時間をかけるかもしれないんですけど、それにつけても片付けたりとかしなきゃいけないんで、冬とか乾かなかったりしやすいんですよね。でも東京とかでも乾くて、でもお外に干せばなんかやっぱ冷たくなったりとかしますからね。で中に干すとエアコンでや
ていくと梅雨がたまるとか、いやなんか湿気がたまるとか、やっぱあると思うんだよね。だからね、あんまり数多いっていうのがいいのか悪いのかって思いますけど、で軽いでもこういうのは早く乾くと思うから、そういうので買う人とか多分いると思う。あのニットを洗った時に乾く乾かないって重要なんだけども、で例えばそれがコートとかがちゃんと外歩くんだけど、がっつり着れば薄いやついいけど、あのあんまり外歩くのにあのコートが薄かったりとかすると、今度あのちょっとあったかいのを着ないといけないとか、やっぱそういうのって働く人とかは特に考えますよね。家にいるだけとかだとあんま考えなくていいけど、逆にそうなるとあのゆったりした感じのものしか着ないっていうかな、ゆったりっていうあの幅がでかいだけじゃなくて、なんかこうトレーナーとかあのジャージっぽいやつの方が着やすいっていう風になっちゃいますよね。こういうなんかこれとか多分ね、値段がそんなにしないから、もしかしたらこう布地がっていう可能性はあるんですけど、わかんないですね、見ないと。で星さん結構あのなんていうの、ズボン の, あのスカートみたいな生地 の, あの毛のズボンみたいなの結構出されてんで、あれって家で洗えないものも結構ものによってあるじゃないですか。だからそういうのをあまり下げすぎると、なんていうの、こうガサガサガサってなっちゃうから、なんかこう働いてる人とか、まあ、好きじゃないかなっていう、まあ、人によると思うんですけどね。あのそういうのにお金かけないよっていう人はいいけど、なんかいいものを、ね、働いてる対価として買う人も結構いるんで、なんかね、星さんのものに関しては結構こういう、お外で着るような感じのが多いから、そこはね、安いことがいいことなのかどうかは、あれですけど、ただ、ユニクロって本当に個性がなくなる。みんな同じ感じに、デザインのあるのは確かに個性を少し出してるけども、それみんな大量にあるから、同じになっちゃうんですよね。で、島村はまだね、少しは少なめ、その地域で何人かしか買えないみたいな感じにはしてるんで、そこだと思ってますね。島村はなんかそういう風にして安くしても、あの数調整してる。で、そうすると少しは個性は少しは出せる可能性はありますけど、まあまあなんか安いものなんで見られると分かっちゃうとかもあるから、経営する人と、なんかやっぱり、なんていうの、そういうところはお金かけないよっていう人といると思います。でなんかこうワンピースとかね、そのテイストが違う、カバンもちっちゃめのやつなんだろうね。でこの値段だからっていう感じにはしてるから巾着なのかもしれないんですけど、なんかね、あまりにも同じような時に違う人も含めて出すとやっぱお腹いっぱいだと思うんで、どれだけの人があのこれから買うのっていうのはなかなかな。でこれみんなあるいつものある色だから、例えば赤とかもそうだけど、ちょっと変わったテイストとかだったらいいんだけど、結構これっておとなしめなんだけども、なんかこう値段を下げてるせいでもうちょっとねデザインがっていう風になると、結構分かれるかもしれない、売れるか売れないかっていう感じはしますけど、アクセサリーとかね、右左違うくしたり、こういうのはおしゃれにしてますよね。こういうのと、この同じものと同じものをアクセサリーを合わせるとおしゃれになるので、同じこのこれと、でもなんか丸と角なんだ、でもまだなんか同じにするとあの統一感が出ますよね。そういう感じで買う人もいるんじゃないでしょうか。でもこっちとも別に合うとは思うんですけど、そのペンダントもこういう右左違うやつとかで、ノーマルな本当にブーツですね。本当に今回は変な形にして残らないってみたいな、こういうのとかは多分すぐ売れるでしょうね。あとこれとかも、でもね、島村さんその値段がよく分かんないというか、えこっちがこの値段なのにこうやって下げてくるのあんのっていうと、その高い方は売れないですよね。なかなか買わないですね。この間こっちの値段でさ、その半額みたいなの出てたんだけどみたいな、明らかにこう違うっていう風になると、あそっちは高いもん、じゃあ安いものなんだっていう風になるんだけど、同じような布で値段が安い時とかあるじゃないですか。あれ安い方に偏りますよね。そうならないと買わないとかあるから、
で、その割に一番安いやつとかでも、あんまりこう地方とかだと、あんまりその追いかけてない人たちが買ってなくて残ってたりとかもする時もあるんで、なんかやっぱり連発しすぎなのは事実なんですけど。でももうなんか人を変えて毎回毎回やらないと、みたいな。だからなんとかさんのファンで、なんとかさんのものしか買わないよってなると、案外まだいいんですけど、全部買うよってなるともう絶対お腹いっぱいですよね。絶対買えない。普通にこれ全部買うっていう風になってもそんなに質もいいわけじゃないのにこんなに集めてしまうと着る機会が全くないので、そうですよ、本当に毎日 2,3 着ずつを回しますとか、1週間分とかにしたとしても着る機会が全くないものが多いので、ただでさえそういう風なのになってるのにちょっとね、多く出すのっていうのはなんかもう末期症状、星さんとかってことじゃない、末期症状ですよね。それをやめようっていうのが SDGs なんですけど、まだなんかその島村さんが質にこだわることを言及していることがほとんど見られないので、ユニクロは行ってます。確かに海外に行ってるからね。すごい、全然しないとかだとやっぱりさすがに持たないと思う、持たないっていうか、そのそっち側の方からの圧が絶対あるので。でもね、今年になって学校とか、あの小中、前は大学生ぐらいが行ってて、ちょっと前は高校生ぐらい行って、もう小学生とか中学生が言い始めたら全員ですよね。あの義務教育だから、あのできる子もできない子も全員やらなきゃいけない風な感じになってるわけですよ。そうすると、まあ、必然的にそのお家に親がいるお家で、お金があったから SDGs を全然しなくていいよ、大量に買ってもいいよって、そういうわけでもなくて、いいものを買っててちゃんとそういうリサイクルに協力したり、捨てる時にゴミの分別をちゃんとしたり、あと食育とかそういうのにやっぱ力を入れないといけないんで、うちは外食だから関係ないよ、そういう感じじゃないんですよね。ではない。ただお金がある人はその捨てる時とかにもお金を払えるかもしれないって、で集めすぎてればお金ある人だってすごいマイナスになりますよ、絶対。だからそういう意識の高いセレブリティな人たちはいいけどっていう話なんですよ。そういうのを一個ずつ言わないと分かんないような状態だと SDGs 叩かれまくりなので、自分で自ら考えられないといけないんで、人の動向を、待ってるような人はバッコバカにやられますよね。だからみんな空気を読んで、なんかあんまり、何々買ったとかもやらない、ルックブックとかもあんまりやらない人が増えました。一部しか見せない、やっぱりそうなりますよね。とあとはなんとか診断とかっていうのが、多分中古とか SDGs が入ると通じない、それ分かっててわざと入れてんだと思う。その詐取するためにその前段階としてそういう人たちが惑ってるところに付け込んでる部分は、あの売る側としては当たり前だと思ってるんで、中古とかになるとそもそもそういうのが全然、なんかこの私は骨格なんとかだからとかっていうのは通じないんですよ。うまく着回さなきゃいけないので、うまくそれをごまかしてこうちょっとねサイズ感とかずれててもそれを着るみたいな感じのところが中古とか、あるものを生かすってことなので、着回しもそうです。で真似しようとしても同じものって絶対手に入んないのと、同じ体型じゃないから、そもそもその診断通りとかそういうのにあったとしても太さが違う、そういうので違うっていうのになるだけで無理無理なんですよ。だから自分に合わせれる服をどれだけ探せるのっていうことなんですけど、中古とかそういうふうにごちゃごちゃで島村さんも在庫だらけにこう混じっちゃうと、考えれない人は目が回っちゃう。そうすると離れていって、あの統一感のあるユニクロとか、例えばアースとかそっちに行くと思います。であとはファニーズとかも、S から LL まで4サイズあるんですよ。で島村はまあ4サイズって言いながら4サイズ揃って置いてることってまあないので、そういう感じで、あの働いてる人とお家にゆっくりいる人って体型がちょっと違うことがよく多くて、多いです。特に3、40代から特に多い。なので体型が
違うと、着るブランドも変わるし、お家にいる人と働いてる人違ったりするっていうか、あの同じ島村みたいにごっちゃになってるところは選ぶものは違うっていうことですよ。まあまあ太った人と痩せた人でもそれ違うのは当然なんですけど、まあ、そういうことですね。だからインフルさんの何推しがいいっていうのもそういう生活とかそういうのによって左右されることはあると思います。あのその行動パターンとか、あの体型だけじゃなくてどういう行動をするかっていうので着るものってやっぱ変わりますよね。趣向が違うのと同じで、はい、ということで、で SDGs になってるんでどれだけそういうものをね、取り入れてるかなっていうのが見られると、その人のそういうふうに言ってるよってことをチョイスしてあげたいと思ってるんですけど、うん、まあね、でもこれね、どういうふうな製造のルートを通ってるかにもよるから、自分のものを自分でプロデュースして自分で作ってる人たちはもう自分がそういうふうにお願い、ね、自由度が高いんでできるけど、そうじゃない場合はその会社がそういうふうに動いてなければなかなか難しいのかもしれないですね。うん、日本の企業は遅れてるかもしれないですね。すごい、その、なんて言うんだろうな。ユニクロは独自、てか、工場は向こうの委託された方は同じでも、命令するとこが違ってて、で、そこがそれぞれ分かれてて、横が、あの、将棋の銀みたいに横に行けないっていう感じに多分なってるから、差が出る。ユニクロとか、トップバリューとかグワーっていっちゃう。で、トップバリューとかは、あと服はわかんないですけど、あの食品とかトップバリューって言ってますよね。だからメーカー入れなかったりとか結構するんですよ。加工、加食とかね、加工食品とか。っていうか、加食っていうよりも、デイリーだな。デイリー、デイリーっていうか、精肉とか、ああいうのが入れない。全然。あのウインナーとか、ああいうメーカーありますよね。なんか、なんとかハムとかなんとかとか、いろいろありますね。ああいうのとかも、あのトップバリューの肉が入るからとか、そういうのやっぱ結構あるんですよ。例えばね、例えば。そういうブランドがあると、そのなんかメーカーの全部入れれないから、全部置いてない店とかもあるとか、そういう感じですかね。なので、メーカーが、なんかその横の、あの情報共有がないと、多分そのまま分かんないまま SDGs 知らないよっていう感じで、すごいもう今すぐやらないと潰しますよみたいな感じとか、のなんか違反商品ですみたいにふうに言わない限り、取り組めなくて間に合わないとかあるかもしれないですね。食品衛生法とかで、なんか塗料とか、こういうの決まってるんですよ。で、それがなんか基準が変わってったりするのと同じで、この材質とかっていうのをね、結構 SDGs はこだわらないといけない、持続可能以外ダメですよって言って、でも持続可能ってどういうことなんて企業が研究してないと、あと急になんとかの河川のこういう製品はダメですよとか、そういうあの科学式みたいなことを言われてきたりとかするので、てかね、質とかにもよるんですよね。一律にダメとかいいとかっていう簡単な話じゃなくて、質の問題も多分あってっていうことなんですよ。だからね、難しいのよ。ただ石油がなくなると基本的にこういう樹脂のものっていうのは全部作れないことになってるんで、あの袋とかああいう全部含めてプラスチック、ポリビニール全部作れません。なのでそういうのがもう全然できませんよっていうと、鉄だとか、木だとか決まった材質、あと綿とかそういう天然の、あの繊維しか使えなくなります。なのでそうなるとだいぶ昔の布に全部戻っちゃうっていう感じで、昔っていうか最初から布に全部戻るので、そうなるとすごいですよね。うん、まずすごい、あのでコストがどんだけかけれるのとか、今も今日石油の国家備蓄を放逐しなきゃいけないっていうニュースがトップニュースでバンと途中から流れたんですけど、ガソリン、車乗る人は分かると思うんですけど、ガソリンものすごい上がってるんですよ。あとはあの灯油使うお家、北国特にそうですけど、そういうところは分かるんですよ。あとお風呂とかが灯油になってるところとかもあるんで、灯油の方が安いですからね。あのそういうので、だんだん
その作れないと物の値段が上がります。作れないというか石油高いと物の値段って上がることになってて、こういうプラスチックとかダイソーとかああいうのも全部打撃受けますね。物100均とか安いのはすごい辛い。高くなれば値段に投下できないのに無理やりしなきゃいけなくなるから、そうするとちっちゃいものしか売らないとかね、作れないものはやめるとかになっちゃうから、服とかもそうですね。こういうふうに今は安く作れてるけど上げないともう間に合わないっていうことは、河川とか合皮とかそういうのは全部そうなっちゃうので、今良くてもこれがもうこういうふうな感じでなっちゃって、もっともっと上がっていって全然大変、もっと備蓄を削るってことはダムを放流するとかそういうレベルなんで結構やばいですよ。もうなんかそれがこう全部なくなると、買うしかなくなるんで、物が上がります。それと物が買えない状態まで高くなっていくので、もうお洋服とかそういうのは売れないと思います。下げれないし、作れなくなるから。ということなんですよ。そうすると、天然素材みたいなのしかできないよとかね、そういうふうになりやすいかもしれない。あとは、再生するとか。再生するときも石油がいるんだとすれば大変です。私ちょっとその詳しいことわかんないですけど。ということで、そしたら何も関係ないですけど、今回は安い値段が多いので、バチバチにユニクロとかと対決してると思われます。で、ユニクロも何かしら出してくるし、期間限定っていうだけで、ユニクロってすごいその賢いやり方が、前に出したやつを安くしますよっていう言い方をすると、新しいもののような感覚でパッていくじゃないですか。安くまでなるまで困ってる人とかもいますよね。東京とかああいうところは早く買わないとなくなっちゃうから、フリースとかね、ああいうのは売れちゃうと思うんですけど、で S だけ残ってるとかね、あんな感じになると思うんですけど、習慣で安くすると、他のところと比べて、なんていうの、その新品感みたいな感じに思わせることができる。これって一回出したら値下げしかもう手立てがないので、まただから次を売ってこなきゃいけない。だから在庫収まりやすいけど、あれは売り切っていくために下げたり上げたり下げたり上げたりをして、でもなんか買え、なんか下がった時買わなかったらでもなくなるかもしれないっていうかで買っちゃうかもしれないじゃないですか。そういうの狙ってんの。で結局フリースとかああいうのはもうユニクロ一人勝ち状態で、他のところどんなに真似してもその指紋もできなかった。ファイバービートは下着は残ってるけど、ユニクロを買えなかった時に買うみたいな感じのそういうところがあったりとか、ちょっとサイズ感的にユニクロ狭いから買うっていう人とか、そういうのを狙ってるところがやっぱりどうしてもあって勝ちきれてない。あとプレミアムダウンとかも同じように出してて、ユニクロみたいななんかジーンズをお姉さん出してきてるんだけど、ちょっとね2番線時間があるので、もうねそれ切れなかった人のためにみたいなところの補填みたいなところがあるので、そう、それとなんかもうデザインがユニクロいつも同じだからっていうのをちょっとこう斬新な形で人の名前を使ってやってるって。ただそれがディールサンダーさんみたいな人とか、なんとかさん、イネスさんみたいな、ああいうなんとかっていうのよりはちょっとこう独門みたいな感じから始まってるところがあって、ちょっとまた違いますけどね。ということで今回はなんかでもちょっとリーズナブルなんで、質を見て、あとは必要なものっていうのを見極めて買うといいんじゃないでしょうか。カバンとかは結構リーズナブルな感じですけど、シンプルなものが好きな方はもしかして星さんの今回のものとかがいいかもしれないですね。ユニクロっぽい感じの、あんまりこうね主張をしないみたいな、このでもこれとかは結構可愛いかな。ここ袖だけのやつより、私こっちの方が可愛いかなと思った。なんか色味もあると思います。私の好みも入ってる。こういうのはでもなんかいっぱい島村さんで出てますけど、インフルさんの方が大きくできてるんで、いろんな年代のことが聞きやすいかもしれない。これはちょっとここは狭いかもしれないですね。どっちかっていうと星さんっぽく、これなんかふわっとしたのテラハンとか出してるから、シンプルに大人っぽく細いやつみたいな感じかな。